に1兆円貸し付けております。このリニア事業を行う JR 東海、そもそも30年前、国鉄分割民営化で誕生した会社でございます。まず確認をさせていただきますけれども、国鉄の分割民営化当時、国は JR 東海の利益、適正利益どのくらいに想定していたのか、また実際今の JR 東海単体で売上高経常利益率はどのくらいか、石井大臣お答えいただきたいと思います。石井国交大臣。まず国鉄改革当時でございますが、JR は最大限の効率的経営を行うことを前提に、当面収支が均衡し、かつ将来にわたって事業等を健全かつ円滑に運営できる限度の長期債務等を負担することとされました。具体的には当時の予測をもとにいたしまして、 JR 各社、JR 東海のみならず、JR 各社が効率的な経営を行うとした場合に、収入の 1% 程度の経常利益を上げることができるとといたしまして、その前提で負担できる利子負担の額を算定し、その利子額に応じて債務等を負担するものであります。ちなみに平成27年度、JR 東海単体の売上高経常利益率は 36.1% になっております。本村君。はい、国鉄分割民営化の時、 JR 東海の適正利益は 1% と想定をされておりました。しかし今や 36% もの売上高経常利益率を上げている、驚くべき利益を上げている、実に36倍も上げているわけでございます。公共交通機関として本当にこれでいいのか、儲けすぎじゃないかと与党の皆様からも声が聞こえてまいります。国の国鉄分割民営化で分かれた7つの会社の2016年3月期の財政状況をパネルにしてまいりました。棒グラフが JR 各社の鉄道事業の営業収益、そして折れ線グラフが JR 各社単体の売上高、経常利益率でございます。 JR 東海は、5556億円、これを上げていると、営業収益を上げている、そして売上経常利益率は 36% でございます。一方で JR 北海道、 JR 四国、貨物、九州は鉄道事業で赤字でございます。 JR 北海道、四国、九州、貨物の赤字分は簡単に JR 東海、東日本、西日本が穴埋めできるぐらいの儲けを上げているわけでございます。安倍首相にお伺いをいたします。一つだったものを7分割されて、なぜこんなに格差が出ているとお考えでしょうか。石井国交大臣。国鉄の分割民営化に際しましては、全国一元的な経営体系を改め、適切な経営管理や地域の実情に即した運営ができるようにするとともに、旅客の流動実態に適合し、地域的に自然な形の分割となるよう、旅客流動の地域内完結度に考慮を配慮いたしまして、旅客部門は全国6社に分割されました。これによりまして、効率的で責任のある経営ができる体制が整えられた結果、全体として鉄道サービスの信頼性や快適性が格段に向上いたしまして、経営面におきましても JR 本社3社に続きまして、 JR 九州も完全民営化されるなど、国鉄改革の初期の目的を果たしつつあるものと考えております。一方、 JR 北海道、 JR 四国および JR 貨物につきましては、まだ上場が可能となるような安定的利益を計上できる段階には至っていないため、国といたしましても、これまで経営安定基金の運用益の下支えや実質的な積み増し、設備投資に対する助成や無資格権など、これまで累次にわたって支援を行ってきているところでございます。前いたしますのも、国としては国鉄改革の趣旨を踏まえまして、残る JR 北海道、 JR 四国および JR 貨物の完全民営化に向けた取り組みを進めるとともに、 JR 各社による鉄道サービスが引き続き各地域において求められる役割を果たしていくことができるよう努めてまいりたいと考えております。本村君。
なぜ格差がこんなにあるのかを伺ったんですけれども、不利な条件で切り離されて最初から地域間格差ができるということは最初から分かっていたんです。国鉄分割民営化後初年度のですね、 JR 各社の決算を見て、当時の運輸省の幹部は要管の切り方を間違えたというふうにおっしゃっていたという報道もございます。で、なんでこんなに JR 東海は儲けを上げることができるのかと、そこには30年前のこの国鉄分割民営化の当初からの背景があるからです。国鉄分割民営化で24兆円もの巨額の国鉄債務、国民住民の皆さんに押し付けられました。毎年毎年、今も平均で3400億円ぐらいですけれども、毎年この借金を支払い続けております。一方で JR 東海にはドル箱といわれる大儲けを上げている東海道新幹線を譲渡し、いいとこ取りをさせたわけでございます。国鉄債務は国民住民の皆さんに押し付け、そして JR 東海は東海道新幹線いいとこ取り、これが JR 東海の大儲けの背景にあるわけです。そしてその巨額の儲けをリニアにつぎ込むという計画でございます。パネル2枚目ですけれども、これはリニアルートでございます。これは、このようにですね、リニアルートは南アルプスをトンネルで初めてぶち抜くというもので、日本の宝である自然環境を壊すわけでございます。そして赤い線が活断層、主な活断層になるわけですけれども、日本でも有数の活断層地帯を通る計画です。で、個別の断層のずれに対する評価はしていないと答弁で明らかになり、安全性についても疑問があるわけです。リニアはこうした問題を抱えております。で、JR 東海は発足時誕生したときから優遇をされて、その上に今度は長期固定低利でリニアのために3兆円の財政投融資を出すと、3兆円の返済は31年後でございます。で、この公的資金投入で JR 東海はいくら利息負担が減るのか。国交省は JR 東海の利息負担は5000億円減るというふうに答えておりますけれども、間違いありませんでしょうか。石井国交大臣。これ昨年10月26日の衆議院国道交通委員会におきまして、鉄道局長より、JR 東海の金利負担額についてですね、品川名古屋間の着工の平成26年から全線前倒し開業が見込まれる、大阪までの開業が見込まれる平成49年までの期間で、交通政策審議会で検証された調査ケースと、在党により8年前倒しを行うケースを比較すると約5000億円の差がある旨でお答えをいたしました。ただこれ在党権利の在党借り入れの金利をですね、すべて 0.6% とするなど一定の仮定を置いた上で、シミュレーションを行って算出したものですが、今年度ですね、1兆5000億円貸し出しをする予定ですが、1回目の5000億円は確かに 0.6% の金利でしたが、2回目は 0.8% になっておりまして、昨年お答えした段階と比べると、状況は変わっているというふうに理解をしております。本村君。はい、5000億円よりは少し減るかもしれないけれども、やはりものすごい優遇だと言わざるを得ないというふうに思います。経営支援はしないと言っていたのにおかしいというふうに思います。前提が崩れているわけですから、やはり工事実施計画は取り消すべきだということを強く申し述べておきたいと思います。で、ものすごい優遇をするリニアですけれども、2013年当時の山田義臣社長は、リニアは絶対にペイしないというふうに、赤字が確実な事業なんです。で、ドル箱の東海道新幹線の乗客も減る予定になっておりまして、赤字のリニア事業を抱えて本当に大丈夫なんですかという問題がございます。で、この3兆円の財政投融資の償還確実性、リニア建設費9兆円の根拠、ちゃんと精査をしたのか、臨時国会で麻生大臣に質問をいたしましたら、それまで生きている保証がありませんので何とも分かりませんとおっしゃったんですよ。こういういい加減なことで沿線住民の皆さんの暮らしが壊され、
南アルプスが壊されるということを私は許すわけにはいかないんです。でしかもこの JR 東海のために安倍首相は2月10日日米首脳会談後 の日米共同記者会見の中で具体的にリニアといって、まあ、トップセールスをしているわけでございます。そして実際に国交省の予算の中にはアメリカのリニアのための調査費が今年度も来年度もついております。アメリカのリニアという公共事業のために日本の国民、住民の皆さん、私たちの税金が直接投入されるというわけでございます。リニアは JR 東海しかやっておりません。総理、行政府の長として、行政府の長が特定の企業にこんなにあからさまに優遇をしてもいいんですか。異常じゃないですか。安倍内閣総理大臣、リニア中央新幹線についてですか。リニア中央新幹線についてはですね、まずリニア中央新幹線については現下の低金利環境を生かした財都の活用によりですね、大阪までのアメリカですか、首脳会談、いや今それでリニア中央かということを確認させていただいたらそうだということでお答えさせていただいたんですが、アメリカについてはですね、まずアメリカはこれは、もちろんこれ ODA の対象ではございませんから、日本がですね、援助、いわゆる資金の方、いわば、この援助をですね、このするということではなくて、まさにこれはビジネスベースにおいてですね、米国においてはこのリニアだけではなくて、テキサスにおいてもあるいはカリフォルニアにおいてもそちらはリニアではなくてこれは普通の新幹線でありますが、それぞれ私たちはですね、新幹線とあるいはこの東部においてはリニアをこれ売り込んでいるわけでありまして、日本以外にもコンピューターの国はあります、まあ、中国もそうなんですが、その中において今、日本もですね、この日本の高い技術を生かして事業を行いたいと、このこうしたインフラの輸出は安倍政権のにおいても大きな、日本をこの成長させていく大きな柱でございますから、その中においてですね、日本が行う、これは、例えばファイナンス面における投資というのはまさにこれ投資でございますから、そこからしっかりと利益を得る投資を目指しているわけでございまして、国民の税金をアメリカ人のために使うということではこれ全くないということでありまして、ビジネスベースで行っているものをですね、行っていくということでありまして、日本の税金を何かアメリカ人のためにこの渡してしまうというものでは全くないということでございます。そして JR 東海編につきましてはすでにこれは財務大臣からも答えておりますように、また今委員からご指摘があったように大変財務体質は非常にいいわけでございますので、これはこの返還のですね、返還の、いや、JR 東海は、JR 東海は赤字ではもちろんないわけでございまして、で、またリニア中央新幹、例えばリニア中央新幹線におきましては、まさに今、低金利の状況を生かしていくというのは、これ、当然のことであろうと、低金利を生かして、環境を生かした財政の活用を行っていくということでありまして、大阪までの全線開通を最大8年間、前倒して整備確保を早期に発電していきたいと、こういうことでございます。また、米国につきましては、まさにこれはビジネスベースでしっかりと進めていきたいと、このインフラの輸出をですね、競り勝っていくように努力をしていきたいと、こう考えているところでございます。本村君。はい、すでに巨額の大儲けを上げている、こういう特定企業に対するやはり強いものばかりを応援するというのはやっぱりおかしいというふうに思います。で、一方で地方路線はどうなっているかということを申し上げたいというふうに思います。資料の3をご覧いただきたいんですけれども、住民の皆さんの足、地方の基盤である鉄道が廃線が相次いでおります。で、資料は2000年度以降の廃線になったもの、全国39路線771.1キロ、これを示しております。資料4は、鉄道ネットワークの状況という資料ですけれども、これは環境経済研究所の上岡先生が資料をもとにまとめられたものですけれども、日本地図上の黒い線は、鉄道の路線です。赤い
線はですね、廃線になった鉄道路線でございます。一番下の3つ目の日本地図はですね、赤字の路線を除外すると日本の鉄道網はこういう幹線だけになってしまうということをお示ししているものでございます。で、今とりわけ深刻なのが JR 北海道でございます。で、資料5を見ていただきたいんですけれども、資料5には、あの JR 北海道の資料でございます。昨年11月18日、10路線13区間、自社単独で維持できない、約半分の、鉄路が自社単独で維持できないというふうに発表をされました。それだけではなく、1月24日の北海道放送のニュースでは、JR 北海道全線で運行不可能と試算と報道をされ、衝撃も走っております。全線維持できない、経営破綻というところまで来ております。で、総理にお伺いをいたしますけれども、国鉄分割民営化のやり方そのものが間違っていたというふうに思います。地元任せにせず、国が主体になってですね、支援をするのが当然だと思いますけれども、総理の認識をお願いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。国はですね、JR 北海道に対して平成23年度から8年間で600億円の補助を含む総額1800億円の支援を行うなど、累次にわたって支援を行ってきております。これにより当面必要な安全投資や修繕を行いながら事業を続けていくことができる見通しであります。地域における持続可能な交通体系のあり方についてはですね、今後関係者が共に考えていく必要があり、国としても地域において鉄道の存続を支える取り組みに対して必要な支援を行っていきたいと思いますが、この国鉄の分割民営化の是非についてでございますが、国鉄の分割民営化によって効率的で責任のある経営ができる体制が整えられた結果、全体としてサービスの信頼性や快適性が格段に向上し、経営面でも JR 本州3社について、JR 九州もですね、完全民営化されるなど、国鉄改革の初期の目的を果たしつつあるものと考えております。一方ですね、JR 北海道、先ほど申し上げました北海道、そしてまず JR 四国および JR 貨物はまだ上場が可能となるような安定的な利益を計上できる段階には至っていないため、国としてもこれまで累次にわたって支援を行ってきました。引き続き国鉄改革の趣旨を踏まえ、JR 各社がサービス水準の向上を競うことにより、各地域のニーズを踏まえた質の高い鉄道サービスが提供されるよう努めていきたいと考えております。本村君。すみません、累次にわたる支援といっても応急手当で根本的な解決にはなっていないんですよ。その支援を受けている JR 北海道がですね、半数の鉄路が廃線の危機にあるという現実があるわけでございます。で、私現地にも行ってまいりました。廃線になってしまうと病院に行くことが困難になってしまうというお話や、あるいは日高町長も、日高線は歴史がある、簡単に昔の方々が守ってきたものを私の代でなくしたくない、国の力をぜひとも借りなければとおっしゃっていらっしゃいまして、被災した鉄路の復旧、一刻も早く動かしてほしいとおっしゃっておりました。で、2月20日の党委員会での麻生大臣はですね、この JR 北海道の経営状況の質問を受けて、国鉄を7分割して黒字になるのは JR 東海、東に、西と3つ、あとはならないということは当時から分かっていたことだと、経営が分かっていない人がやるとこうなるというふうにおっしゃっておりました。そして JR 北海道をどうするかという話は、なかなか根本的なところを触らずしてやるには無理があるというふうにおっしゃっておりました。で、麻生大臣、当時は力がなかったけれども、今なら止められるということも答弁をしておりましたけれども、今、力を発揮していただきたいんです。根本的なところを国が直接関与をして、支援をしていくというのが必要だというふうに思います。で、そもそもですね、自民党の皆さん、30年前なんて言っていたかということを資料パネルの6に出しております。これがそうですけれども、民営分割ご期待ください。30年前、自民党の皆さんが新聞広告に出されたものでございます。
1986年主要な全国紙にすべて掲載されました。北海道新聞にも掲載をされました。でこの最後の部分を見ていただきたいんですけれども、この最後にはローカル線もなくなりませんと明確に書かれております。しかし JR 北海道では半分が廃線の危機にあるわけです。北海道の畑山和也議員や上智子議員もこの問題で質問をしておりますけれども、今日は自民党総裁である安倍首相にどうしてもお伺いをしたいということで質問を立たせていただきました。自民党はローカル線もなくなりませんと約束をされておりましたけれども、実際は廃線の危機にあるわけです。今の JR 北海道の事態、約束と違うんじゃないですか。廃線になったところもあるんです。公明党の方じゃないんです、自民党の方に静粛に願います。じゃないんです、もう大臣には聞いてるんです。自民党総裁では国交大臣の後に総理大臣が答えます。石井国交大臣。私は自民党さんの選挙公約についてコメントする立場ではないのですが、事実関係だけご説明をさせていただきたいと思います。これまで JR 各社によって廃止された路線は国鉄の改革以降に路線の輸送人数が大きく減少したことや代替輸送道路が整備されたことなど国鉄改革以降の大きな事情の変化があったものに限られていると承知をしております。で、国鉄改革当時のことではございません。またこれらの路線の廃止にあたりましては地域の関係者に十分な説明を行い、バス転換が行われるなど代替公共交通を確保し、最終的には地域の皆様にご理解をいただきながら行われたものと考えております。安倍内閣総理大臣。今大臣から答弁をさせていただきましたようにですね、これは国鉄の分割民営化ということではなくて、まさにその後のですね、いわば人口のですね、変化もございますし、地域の人口、特に大きな変化の中においての結果であろうと、こう思っております。確かにで、しかし、委員がおっしゃったように、地域にとって鉄路が大きな足であるという地域もあることはよく承知をしておりますし、私の地元もですね、JR 西ではありますが、山陰側には山陰本線というのはそもそももう単線でですね、残念ながら土地ももうないという状況にあるわけでございますが、しかしその中においてですね、この中、こういう人口が減る中においてはやむを得ないという中で、この車のなるべくこのバスで代替できるような努力もしているところでございますが、いずれにいたしましてもですね、今大臣が答弁をさせていただいたようにですね、これからもしっかりと JR 北海道あるいは四国等々に対しての支援を行っていきたいと、このように思っております。本村君。約束を守るのが当然じゃないですか。ローカル線もなくなりませんって書いてあるんですよ。皆さんに嘘をついたってことですか。安倍内閣総理大臣。当時私は自民党の議員ではございませんでしたが、いわばですね、分割民営化によってということで、そういうことをお示しをしただろうと、こう推測するところでございますが、いわば分割民営化によるということではなくて、どういうことが理由だったかということは、すでに大臣から答弁をさせていただいているところでございますが、今後もですね、いわば JR 北海道や、あるいは JR 四国、そして JR 貨物等々に対する支援はしっかりと行っていかなければならないと、このように思いますが、しかし同時にですね、今、ずいぶん各社、いろんなこれは工夫をしているわけでありまして、JR 九州もそうでありますが、JR 西もですね、さまざまな工夫をしながら、人気のこの路線もありますし、JR 西において水風という、今度、私、このずっと京都からですね、ぐるっとこう回る、素晴らしいものができるわけでありまして、これはおそらく予約が殺到するであろうと、こうも言われているわけでございまして。
すいません、私の地元の長野にもこれ泊まるんですが、あの約束を守ったかどうかということについてはですね、まさにこれは、分割民営化によるですね、ものではなかったということで、ございまして、ご了解をいただきたいと、このように思います。本村君、本当にひどすぎます。今必要なことは、大儲けを上げている JR 東海リニアの支援ではなく、実際に困っている方々がいらっしゃる切実な地方路線を守るべきだということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。これにて藤野君、本村君の質疑は終了いたしました。次に吉田豊文君。吉田君。委員長、日本維新の会、吉田豊文です。